はい、どうもローロチューブです。ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日もお客様の自転車ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、では早速どうぞ。はい、はい、先日ライブ配信にて、はい、まあ、作業させていただいたクロンプトンの S2、はい、今 E になってますね。そうですね、 E のブラックエディションですね、うん、これはあれブラックエディションのブラックなんで、こうツヤありのね黒なんですよね、うん、標準のあのブラックは半ツヤのマットな黒なんですけど、ブラックエディションのブラックだけこうツヤありです。こう光ってますね、これね、うん、になっております。真っ黒なんで分かんない、分かりにくいんですけどもうたくさんパーツ変えていただいてるんで、うん、はい、一個一個ご紹介していきたいと。分からんな。パッと見分からん。けどよく見たらもう光るところが。これ、まあ、時間かかりましたからね、組むの。ね、ほぼ変わってますから。ね、はい、かっこいい。そうですね、まずですね、うん、グリップは定番の PDW スピードメタルと、はい、ブラックですね。そうですね。はい、まあ、このツヤ感もまあまあアルマイトの感じ、このフレームといい感じですよね。はい、うん。うん、でちょっと下がっていただいて、はい、ヘッドパーツのクリスキングのブラックで、ロゴはステルスタイプですね。うん、そうですね、これね、よく見るとこう、うっすらクリスキングって入ってます。そのロゴの濃さと、うん、ブロンプトンのロゴの濃さがすごい似てるので、マッチしてますね。これカメラやともうロゴほとんど映ってないですね、これ。ね、うん、一緒ぐらいのトーンというか、お前な。なるほど、ね、気づかなかった。ね、すごいおしゃれに仕上がってます。うん、で今回ですね、はいはいはい、H&H のパーツをたくさん入れていただいてます。はい、でヒンジクランプレバーももちろん、うん、H&H なんですけど、はい、純正の形に近い似たような形なんですけども、うん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 、結構スルスル回ると。うん、でこれあれね、抜けへんように裏側ネジついてますね、これね。そうですね、うん、裏側が抜けないようにネジついてます。うん、今半時計回り回しても抜けないようになってます。うんうんうん、でプレートの形が微妙に、はい、うん、こっち側の方がコの字が長くなってると思うんですけど、うんうんうん、まあそれはまあある程度緩めればもう開くんで、うんうんうん、その時に360度プレートが回らないようになっているというような感じです ね、うん、ね、これもよく考えられた、ね、はい、違いで言うとあれですね、うん、このまあ具合を調整できなくなってますね、H&H、うん、ブロンフィケーションたらあのナットでね、うんうん、まあ、かかるとこまででね、赤いのできたりするんですけど、H&H はそれがちょっとないですね、うんうん、まあ、でもこのレバー部分のサイズ感は非常に純粋に近くて、はい、操作性がね、なんかそうです、ね、なんとなくいい感じしますよね、これ。ものすごいスルスル回るんで、うん、はい、でたまあ軽いですね、純粋よりも全然ね、うんうんうん、それが2個ついてます、はい、うん、で、あ、これね、はい、ハンドルキャッチャーも H&H ですね、うん、これですね、ちょっと分かりにくいですけど、これ素材ミックスしてるんでしたっけ、チタンとかなんか。そうですね、これね、上がカーボンで、下には、下が下段がこれ樹脂かな、あ、うん、あ、上チタンかな、なんかミックスしてミックスされてます、うん、まあ、あの純正のハンドルキャッチャーこれの倍ぐらいのサイズあるんで、うんうん、まあ、すごいスッキリするんで、多分軽さももう全然軽いですね、うんうん、すごいスマートですね、スマート、はい、なんかこれはなんか全部入れたいな、ですね、カスタムする方、はい、うん、まあ、ちょっとね、まあ、軽量パーツなんで基本耐久性落ちると思うんですけど、まあ、ちょっとね、うちあんま H&H がっつり入れたことないんで、なんともっすよね。そうですね、うん、確かに、まあ、でもこれはねありだと思います、うんうんうん、そんなバーンと畳まなかったら、うん、いけると思います、うんうん、でタイヤはもう完売しました、はい、シュワルベ1と。そうなんですよ。でライブ配信中にリアルタイムでご依頼いただいた KCLC のそうですね、はい、そうですね、テレフォンショッピングみたいな感じになっちゃってますからね、はい、はい、純正リムは使用しつつちなみに普通式ですね。あ、そうですね、こちらのお客さんいろいろ車種持ってて、はい、まあ、ちなみにあれなんですよ、バーディーチタンとか、そうですね、バーディークラシック、あとプレストでローター入れたやつ、あれ全部同じお客様なんですね。そうですね、合計金額は計算しないように、はい、これね、はい、
E バージョン化にあたって、うんうん、まあ必要になるのが E フックと、はい、ケーブルフェンダーディスクなんですけど、もちろん H&H で揃えていただいてます。そうですね。したらケーブルフェンダーディスクなんですけど、うん、純正のやつってまん丸の円盤なんですよね、うん、でフロントフォークをちょっと隠すっていうような存在感のでかいパーツなんですけど、うんうんうん、けど H&H のはちょっと半円状になってるんで、ものすごいスマートに肉抜きもすごいすっきりしてますね、うん、そうです。ほんま肉抜きすごいですよね。もうほんまいるとこだけついてるって感じ で、うん、でこいつの効果はこのねケーブルがタイヤに当たらんようにこう切った時にこうねかわしてくれるという効果があります。はい。で E バージョンフックはもちろん H&H の2世代目と、うん、はい、はい、ね、そうですね、2世代目になって、 入ってます、はい、厚みが薄くなったのと、うん、で純なぜか純正の E バージョンフックは折りたたんだ時に車体傾くんで、はい、こういうスタートパーティーの方がいいですね、はい、おはようございます、いらっしゃいませ。はい、じゃあ、はい、真ん中の方ですね、次。はい、真ん中です ね、 ですね、はい、サドルとシートポストは純正のこと、うん、はい、はい、でそこから降りてきてもらうと、はい、シートクランプですね。そうですね。H&H です、うん。しかも、フックもですね。うん、これ、なんか1個の商品でしたね。そうですね。セットで。うん、はい、でレバーがこんなデザインになってますね。そうですね、はい。使用感としては本当に純正のやつに近い使用感。あ、そこが樹脂じゃなくて金属に変わったことで手触りもなんかすごい高級感がある、うん、はい、確かに今松本君言った通りですね。これはカスタムパーツの中では一番使用感が良かったです、うんうん、本当にあるですね、まあ、そこそこ軽くて使用感良くてってなって、うん、まあ、もしデザインもね、ああもうこれでいこうかっていうことであれば、うん、これはね、ちょっと予想外におすすめです ね、 ですね。いや、もうここの膨らみとかもものすごい指かけやすかったんで、うんうん、なあ、これ なんやろね、この仕組みちょっと、ね、うん、めちゃめちゃいい、いいですね、こんなに使用感いいパーツないな。これダークホースです。ダークホース、あの H&H は、はい、ダークホースですね、うまいな、ね、うん、ちょっと予想してなかった、予想してなかった、はい、初めて入れました、これ、ね、はい、で、サスペンションはもちろん松村浩樹と、うんですね、はい、これハード設定でやってます。で、まあ、もう、まあ、男性の方、まあ、70キロ80キロ乗る方の方やったらもうこれハード入れといた方がいいですね。ハードでもそんなガチガチにならないんで、うんうん、ちゃんとこうクッション効いてなおかつ、まあ、沈みすぎずって感じなんでおすすめです、うん、はい、はい、で、足回りなんですけどクランクは杉野の RD2 クランクですね、はい、でクランクキャップも杉野そうです。でびっくりするのがですね、というか、まあ、チェーンリングも大きくしていただいているので 56T が入ってるんですけど、 それを隠すガードなんですけど、うん、そうす、これですね、門脇コーティングさんで塗っていただきました。そうです。これ、まあ、杉野チェーンリング杉野ガードってね、あのパシフィックから出てるバーディーのカスタムで使うようなガードとリングのセットなんですけど、まあ、まあ、このブロンプトンは、まあ、これも確かね、お散歩号になると思うので、犬のお散歩号になるので、まあ、ガードはいるよっていうお話で、まあ、ガードもつけるって話になったんですけど、まあ、ノーマルの状態やったらね、ちょっと質感がね、ちょっと違うんですよね。まあ、ちょっとツヤなし、まあ、アルミなんですけど、ツヤなしっぽい、アルマイトで、で、ここにこうシルバーでこう削りが入ってるデザインなんですけど、まあ、ちょっとこの車体に対してちょっと浮いてしまうので、ちょっと塗られへんのってことで、あの、角脇で塗れますよってご案内させてもらって、こんな感じでツヤリの、まあ、ブラックに、塗っていただきました。そうするとですね、やっぱというか、まあ、これを狙った通りになったんですよね。このツヤありのブロンプトンのブラックに、ツヤありの杉のクランクとこのツヤありのガードっていうね、この完璧なる組み合わせになってしまいました、うん、で、まあ、これ門脇塗装なんですごいね、塗装も頑丈なんですけど、まあ、お値段も、まあ、この仕上がりめっちゃ綺麗なんでね、お値段もこれ11900何ぼかしましたね、このガードだけの塗装で。
まあまあそれに見合うこのしっかりとしたこの仕上がりになってると思います。ちょっとお日にちかかりましたけどね、うん、これはもうこだわりですよね、うん、あチェーニングボルトの杉になりますね。そうそうですね、ここもオール杉のですね、クランクガード派、このクランクのボルトでこの、チェーンリングのこのフィクシングボルト、これ全部杉のブラックにオール杉のになってます。オール杉のになってますはい、でペダルはもちろん三ヶ島のシルバン、そうですね、あれですね、シルバンストリームネクスト、めちゃくちゃ回るやつの、はい、ワンサイドですね、こっちだけ抜けるやつ、はい、選んでいただきました、はい。でまあ、抜いたやつのホルダーはねちょっとまあ使いながら考えようってことで一旦それはなしになってます、うんうん、でボトムブラケットは刀剣の、はい、これですね、ティラミックベアリング採用のやつですね、はい、テラミックベアリング採用のあのチタンシャフトのやつですね、はい、を使ってます、うん、これまあ実はあの先日プレストにローターを入れさせてもらったんですけどそれの余りですね、うん、こういうちょっといいパーツが余っちゃうっていうパターンの方ですね。羨ましいですね。うん。そうですね。まあクランクから車体が生えてきたイメージですね。よくねパーツが余って車体が増えるパターンがあるんですけど、そのパターンのやつです。はい。でこれチェーンもそうですね。ローターのブラックチェーンをプレストから持ってきてます。はい、うん、ちょっとこれあの綺麗にしときました。うん、で。テンショナーなんですけど H&H、 そうですね、オール H&H、 まあ、ちらっとお電話でお問い合わせいただいたんですけど、もしかこれ外装をね3段4段も検討いただいている可能性が高いので、うん、今後これまあバージョン1の可能性がありますね。うん、これは楽しみね、 ね、独特もすごい肉感ですね、肉薄感、うん、肉抜き感がすごいです。うん、これもまあこのブランド統一させてもらってるんでね、うん、なんかほんま整ってますよね。ですね、うん、で黒にこだわっているお客様なので、うん、はい、コグもチタンのブラックなコグですね、はい、そうです、これはブロンフィケーションのチタニウムコグセット、そうです、 12-16T と、まあ、純正の2足と同じ組み合わせですね、波数構成は。そうですね、このゴールドの素材、はい、初めはこれあれなんですよね、松本くん一押しのブロンフィケーションで行く予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっとパーツを全部揃えたいっていうご要望で 1&1 になったんですけど、ここはねちょっと 1&1 なかったんでブロンフィケーション入れてありますね、うん、でこれは変速性能普通にいいですね、うん、ぶっちゃけその出た当初ですね、そのまあ5年6年前はなんかうんみたいな話を他の店舗のスタッフが聞いてたんですけど、まあ、使って、まあ、はめて動作確認した感じは、あ、なんか全然いい感じだなと思います、うん、ただ純正よりも圧倒的に消耗は早いと思うんで、うん、そこだけねご了承ください、うんうん、で、はい、キックスタンドチタンですよ、チタンのキックスタンドってあるんですねありましたね、これね大阪店 の、 あのオンラインストアで僕も初めてお客さんによって初めて知ったんですけど、タンチーでしたっけ？タンチーですね。タンチーのスタンドがあるんですね。はい、ここがチタンなんかな？どこがなんでしょうね。うん、まあ見た目スッキリなんでめっちゃいいですね。うん、そうですね。ここ辺がすごい軽いよね。うん、で立ち具合もマルチ S ぐらい安定感あったので、うんうん、おすすめですねこれ。で値段も9000円ぐらいかですね。9000円いくらとかなんで、うん、まあマルチエースとほぼ一緒ぐらいか、ちょっとプラスアルファぐらいだったと思うので、うん、これも選択肢のおすすめですね。うん、はい、いいと思います。なんかね、なんかやわな感じもせえへんし。ですね。バネ隠れてんのもいいですね、うん。すごいスマート。ね、ちょっとプラスアルファでこれ狙っていただいてもいいかもしれないです。うんうん、で一個忘れてましたよ、うん。ストップディスクボルトが。忘れてました。これも H&H です。忘れてました。これですね。はい。これも H&H に変わっております。そうですね。最後にぐるっと一周お願いします。はい。じゃあちょっと最後もう一回チェックしていきましょう。はい。それではですね、ブレーキはそのままで、グリップですね。グリップ PDW の、ブラック。まあ、質感バッチリ合ってますね。
で、ちょっと分かりにくいですけど、日線ケーブルですね。これあのさっきちょっと紹介もらいましたけど、あのこれもライブ配信でカスタム中に一度お電話いただきまして、追加でということで、これシフトをとりあえず日線に変えております。で、クリスキングのロゴなし、ロゴが見えにくいタイプのクリキンヘッドパーツに H&H のヒンジクランプ、 H&H の、ステムキャッチャーですね。でもう一回こっち来て、 H&H のケーブルフェンダープレートに H&H の E バージョンフックに、レアなシュワルベ1ターンウォールからこちらシートクイックとリアフレームクリックが一体に、一体というか同じアッセンブルの H&H で、松村幸喜のハードサスペンションで、刀剣のセラミックベアリングチタンシャフトの BB に、杉野のクランクで、杉野のクランクボルトキャップにチェンリングボルト、杉野の刃とガードで、ガードに関しては角脇のパウダーコートになっております。でペダルは、MKS のシルバンネクストリーム、ストリームのワンサイド、こっちだけ抜けるやつですね。でローターチェーンで後ろに行って、ちょっと分かりにくいですけど、ブロンフィケーションの二足用のチタンコブに H&H のテンショナーで、またシュワルベ1のターンウォールが入って、チタンのキックスタンドとなっております。ちょっと息上がっておりますね、これね。いや、これめちゃめちゃ大変でしたからね。もう、まあ、こうやって見たらね、すごいシンプルにまとまってるんですけど、うん、ゴリッと変わっております。うん、インナーキャップも黒にしてはるんですか？そうです。こちらのお客様はね、黒のこだわりがあるので、ちょっとうちに転がってた黒いキャップに変えさせてもらいました。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、まあ、フルって言ったらですけど、まあ、フル H&H で、すごいね、カスタムの参考になると思います、うん。まあ、であとこういうね、杉の組み合わせとかもすごい珍しいですし、まあ、角脇の粉体塗装でね、こうフレームに合わせるっていう手もあります、うん。で、まあ、あれですね、ブロンフィケーションのチタンコブの性能も確認できたりとか、まあ、いろいろとね、新しい発見ができて、うん、僕らも良かったです、うん。ありがとうございます。まあ、選択肢でフル H&H もまあまあおすすめできるということが確認取れました、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ライブ配信に結構お問い合わせあった、このガード畳んだ時にこのでっかいガードがフレームに当たらないのっていうお問い合わせいただいてたんですけど、当たんないです、うん。それだけちょっとおまけ情報で、はい。あとこまごましたところはライブ配信でね、まあ一応僕ちゃんと喋りながらやったので、またそちらもよければご視聴ください。お願いします。お願いいたします。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、本日のロールチューバー以上になります。はい、いつもご覧いただきありがとうございます。はい、もしよろしければチャンネル登録とこれお願いします。そうですね、いいな、面白いなと思ったらこれいただければ嬉しいです。はい、嬉しいです。はい、はい、それではこれにて失礼します。はい、ありがとうございます。 H&H のフルスギの門脇コートです。